瀬プロデューサー、突然ですが朝の掛け声いきましょう。えいえいおお。それはプロデューサーの気のせいでは？私は別に何一つ変えていないつもりです。そうですよね。時は来た。諸君、今日はいよいよアイドルアカデミー大賞グランドファイナルだね。この1年間本当によく頑張ってきてくれた。結果がどうなるかはわからないが、どういうことになろうとも私は君たちのことを心から称えたい気持ちでいっぱいだ。私も皆さんのサポートができて光栄でした。この1年は本当に幸せな1年だった。この日が迎えられることが嬉しくて、私思わず飲み友達全員にメールしちゃいました。今日は事務所のスタッフや所属アイドル全員で皆さんが大賞を受賞できるよう祈ってますからね。こういう衣装は自分では絶対に選ばないので、なかなか新鮮です。ああ、ちなみに主催者の IAU からさっき連絡があってね、プロイプロのジュピターがノミネートを辞退したそうだよ。
さんの話はどうやら本当だったらしい。私も同感だ。彼らが優れた才能の持ち主であることは事実だからね。しかしだからこそこれで終わりということもないだろう。またいつか彼らは頭角を現すかもしれない。さあさあ、いいから出発したまえ。せっかくの大賞発表に遅れては受賞できるものもできないぞ。自信があります。はい、ならないことは全部やったって思ってます。もう悔いはありません。結果が楽しみです。やっぱり緊張します。ドキドキして胸が爆発しちゃいそうです。アイドルアカデミー大賞を受賞することで私たちを支えてくれた皆さんの思いに報いたいと、そう願っています。長い間私たちを応援してくださったファンの皆さんのおかげです。Thank you.
皆さんの応援はいつも温かくて本当に嬉しかったです。私たちがアイドルアカデミー大賞。嘘みたい。プロデューサー、私たちやりました、やっちゃいました。とても嬉しくて、私は今最高に幸せです。本当に本当にありがとうございました。ここまで来られたのは応援してくれたたくさんのファンの皆さんのおかげだって思ってます。うわ、嬉しすぎて今は足場を組んで登っちゃいたい気分です。
プロデューサーさん、私まだぼーっとしてます。今日のこと全部夢みたいで。まさか完全制覇だなんて。プロデューサーは本当に私たちを頂点に導いてくれたんですね。メンバーのみんなも本当に素晴らしかったと思います。でも一番大変だったのはプロデューサーだったということも私たちはみんな分かっています。忘れちゃいました。だって私みんなのことがいつも大好きだったから。あの、私喧嘩するのとかすごく苦手ですけど、でもみんなとの喧嘩は嫌じゃありませんでした。だって喧嘩しても後を引きませんし、むしろ前より仲良くなれたりして失敗しても2人やプロデューサーさんがフォローしてくれるから安心してお仕事ができました。私たち3人が他の誰でもなく私たちだったこと、それが一番幸せなことでした。はい、あとは私今日アイドルアカデミー大賞のステージで歌えたことが特に嬉しかったです。すみません、ちょっとはしゃぎすぎちゃったこととかたまにありましたよね。でもそれはプロデューサーの前だから羽目を外しすぎたっていうか。プロデューサーが私たちのプロデューサーでなかったとしたら、この結果はありえませんでした。間違いなく今日の完全制覇の一番の功労者はプロデューサーです。プロデューサーさんにはどんなに感謝しても足りないくらいです。はい、私たちプロデューサーのいるハリウッドまで名前が届くユニットになります。プロデューサーさんがいなくなっちゃうのはやっぱり不安ですけど、3人で頑張ります。私たちのことは心配しないでください。私たちは必ず新たな夢を見つけて進み続けます。プロデューサー、最後に私たちから一言だけ言わせてください。3、はい、1年間ありがとうございました。
またってプロデューサー？すみません、プロデューサー。潮風が気持ちよくて、つい。あの、二人は大丈夫でしたか？そう、ですか。悪いことしてしまいました。今日は最後まで、みんな一緒にいたかったのに。もう少しだけここで風に当たっていてもいいですか？すみません、プロデューサーには最後まで迷惑ばかりかけて。力を尽くすのは当然です。これはただのわがまま。プロデューサーが温かいから、あ、もしかして、いや、
しそうな歌。プロデューサー、私本当は歌まだ歌いたかった。本当に？本当に、もう、いいの？まだ、歌いたかった。もう歌わない方が、いいの？お姉ちゃんの歌は、もう、いいの？よかった。じゃあ、もう平気だね。これからは、お兄ちゃんが、お姉ちゃんを守ってくれるよね。もう、僕がいなくても平気だから。僕の、いるね。私、元気になりました。この体も、喉も、声も、何もかも。目が覚めたら、喉の痛みが消えていたんです。それで、試してみたんですけど、私、歌えました。思うままに、好きなだけ。子供の頃のように、私歌えたんです。
すぐに。そしたら先生も驚いて、あ、ほら。心も体も何もかも軽くて私が意識を失った後、あのプロデューサーは誰かと話を。私夢の中で声を聞いた気がするんです。懐かしくてあどけない声、そしてそれを今もとても近くに感じていて、プロデューサーの声も聞いた気が。あの、私のこと、その、すみません。やはりこんな恥ずかしいこと、私これ以上は無理です。許してください。立ち止まって空を見上げてどうかしたんですか？待っていろと言ってくれるのなら、私いつまででも待っていますから。
それはこっちのセリフなんだけど、あんたハリウッドに行くんじゃなかったの？は？マジかよ。それどうすんの？鉄だ。手伝わなきゃあんた困るんだろ。周りに人いないけど。車どこ？困ってるやつ見ると放っておけないからなんてな。助けるのはあんただからだよ。最初はさ、団結とかくだらねえって思ってたけど、あんたらに負けてさ、初めて俺とジュピターに足りなかったものが分かったんだ。そこ感謝してるから。決めてね。ジュピターは解散したし、事務所はもう辞めたようなもんだし、あんたがジュピターのプロデューサーだったら何か変わってたかもな。なんでもねえよ。車あっちだっけ？プロデューサー、長々と何を話して。ああ、甘笠と。どうしてあんたがここに？まさかプロデューサーに危害を加えようと。あれ、甘党がいる。ねえねえ、なんで？ちょっと、トーマじゃない。あんた、アイドル引退したんじゃないの？あらあら、トーマくんも迷子ですか？プロデューサー殿があまりにも遅いから迎えに来たんです。何をしてるかと思えば、マガセと話をしてたなんて。兄ちゃん、さすがにもう行かないと飛行機に置いていかれちゃうよ。行
壊れた車は私たちがどうにかするから、あんたもさっさと空港に行きなさいよ。そうですよ、ユニットの子たち、きっと待ちくたびれてますよ、プロデューサーさん。プロデューサーいいから向かってください。新しいタクシー呼んでありますから。こっちは天ヶ瀬もいるし、これ以上引き止めたらあの子たちに恨まれちゃいます。大切なプロデューサーとのお別れぐらいちゃんとさせてあげたいんです。そうだよ兄ちゃん、そりゃアミたちだって兄ちゃんのことちゃんとお見送りしたいけど。曲がりなりにもユニットのプロデューサーなら優先順位くらい分かってるでしょ。女の子を悲しませたらダメですよプロデューサーさん。だってさ、早く行けば。プロデューサーさん、体には気をつけてくださいね。プロデューサー、あのメールでも手紙でもいいですから、時々は私たちに連絡してくださいね。はい、プロデューサーさんがすごくなって帰ってくるの楽しみにしてます。あのプロデューサー、もしも1年で足りなければ気の済むまで向こうで学んできてください。私ちゃんと待っていますから、プロデューサーのお帰りをちゃんと。プロデューサー、本当は私信じているんです。あの夜に見た夢は夢じゃなかったって。記憶正しい。
ちらに着くのはもう少し遅い時間になる予定だったのでは？ははは、じゃありません。早く着いたのに私たちより先に弟に会いに来るなんて、はっきり言って不満です。プロデューサーは私より弟が好きなんですか？認めるって何をです？連れ出す？え、私を？プロデューサー、もちろんです。プロデューサー、私を連れて行ってください。世界の頂点に。ただその前に一つだけお願いしてもいいですか？少しはゆっくりお話をさせてください。1年も待ってやっと会えたのに、仕事の話ばかり、なんだかちょっと。芝居みたいなことをさせて、でもずっと言いたかったんです。私でもお話ししたいことは他にもたくさんあって、聞いてもらえますか？よかった。はい、変わりなくとっても。あ、一つご報告があるんです。事務所の軒先にツバメが巣を作りました。近いうちにひな鳥が育つと思います。ツバメです。歌うように鳴く元気な子たちで。はい、見に行ってあげてください。きっと楽しみに待っていると思いますよ。